まあ、渋野プロも、まあ、こちらの練習器具ですね愛用していて、しなりがすごい出る。しなりって皆さん感じられますか？こちらの MCI プラクティス当店で7番とあとはウェッジパターをこちらのシャフトを刺して販売しております。あ、こんにちは、プロフィッターの福本です。今日はもう皆さんもご存知だと思いますが、こちらの MCI プラクティス、このシャフトについてちょっと取り上げていこうと思います。で、まあ、渋野プロも、まあ、こちらの練習器具ですね愛用していて、まあ、有名なものになってますけれども、まあ、しなりがすごい出る練習用のシャフトですね。ワックルするとこんなにもうすごいしなるんで、まあ、このしなりが非常に重要なものになってくるんですけれども、そういえば以前の試打会で、藤倉の飯田さんに実はこちらの MCI のプラクティスシャフトについてお話を伺っていましたので、ちょっとそちらの試打会の模様もご覧いただきましょうか。それではどうぞ。だから渋野さんとかもそれで結構シャフトのしなりを使う感じなんで、しなりを使って球を上げるようになるんで、はい、結構これを、まあ、アイアンで打つ人もいますし、いいす、ね、まあ、女子プロによってはウェッジに入れてる人もいたり、パターンに入れてる人もいたりは、ちょっと打ち急ぎがなくなって、まあ、練習になります。これは何でもいいんですか？何でもいいです、はい、で長さは6番の長さなん で70g あるんですけど、自体が6番用のシャフトぐらいの長さで作ってるので、切って、まあ、切ってお好きな番手で入れてる。パターンはあのピン型のパターンとかだったら入りますね、こういうやつだから。渋野さんはそれを8番のウェッジに入れて結構練習してます。面白いですね。結構でも重さも割と 70g あるんですけど、しなるのでやっぱ重く感じるんですよ。そうですよね、結構重さ感じました。はい、では今白貝の模様をご覧いただきましたが、皆さんこちらのスチールシャフト、このシャフトを普段使ってて、しなりって皆さん感じられますか？なかなか感じづらいですよね。そこでこの MCI のプラクティス、このしなりを感じられる練習器具を使って練習することによって、実はこっちのスチールアイアンでもしなりをイメージしながら打てるようになってくるんですよね。でやはりスチールシャフトですと、もうしなりを感じづらい分、もう打ち急いでしまって、もうあーと右に出てしまったり、もうシャンク出ちゃいそうですよね、これだと。まあ、そこを MCI の練習シャフトで、こちらですね、はい、練習していくと、スイングのテンポも整えられてきて、タイミングも取れるようになってくるので、そういったシャンクとかのミスもなくなってくるんです。ということで、こちらの MCI プラクティス、しなるイメージを持って触れることができますし、あとは自分の普段の悪い癖っていうのが分かるようになって、その悪い癖を、まあ、どうやって直したらいいのかっていうのを気づかせてくれるシャフトになってますよね。なのでこれをどんどん使って練習していくと、この腕で振らなくなってきたり、このリリースのポイントをいつもよりもしっかり待って触れるようになってくるので、そうすればこのシャフトでもナイスショットが出てきて、まあ、スイング自体もどんどん良くなってくるんじゃないかなと思います。で、まあ、練習場に実際に行ってもらって、もう球の弾道を確認して、あ、今こうだったなとかやって練習するのが一番大事だと思うんですが、まあ、なかなかそういう風に練習場に行けない時もあると思うので、そういった時はこのシャフトをウェッジとかパターに入れて、まあ、自宅でも練習できる機会を作ってあげればいいんじゃないかなと思います。で、ちょっと見づらいかもしれないんですけども、実はこれでもこうやってちょっと動かしてあげるだけでも、このシャフトってちょっとしなってるんですよ。パターにこのシャフトを入れた場合、例えば腕に力が入ってしまっていて、まあ、パターを振ってしまうと、まあ、打点や方向性がばらついてしまいますよね。なのでこの腕に力が入らないように振っていけば、まあ、自然と
打ち急ぎもなくなりますし、で打点や方向性もどんどん良くなってくる、そんな練習方法もできますね。キャディバッグに1本入れてあげると、ゴルフ場のスタート前に素振りしたり、練習もできますし、あとはベッチやパターに入れるとご自宅でも簡単に練習もできるので、もうぜひ試してみてください。そしてこちらの MCI プラクティス、当店で7番とあとはウェッジ、パターをこちらのシャフトを刺して販売しております。で数量限定になりますので、気になった方は、お早めに当店の概要欄の方ですね、下にメールアドレス貼っておきますので、ご連絡お願いいたします。でこれは個人的になんですが、こちらの7番アイアンよりもウェッジで練習していただくのをお勧めします。7番やったとついつい飛ばしたくなってしまうので、ウェッジでゆったり振っていただいてテンポを整えて練習していただくのがいいかと思います。それでは、最後によかったらチャンネル登録と、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ゴルファーズメディアラボであなたのゴルフが変わります。店長の佐野さんです。はい、ここゴルファーズメディアラボでは7つのポイントでスイング解析を行うクラブフィッティングをはじめ、チューンアップやカスタムクラブまで専属のフィッターが一貫して行います。下シャフトは上下500本用意されてるんですよね。すべてのゴルファーに楽しんでいただけるゴルフスタジオですので、ぜひ一度お立ち寄りください。